ビルボードキングプリンスシンデレラガールリリースから5年かけてミリオン達成。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。サンドスカンジャパンによる CD シングル売上レポートから2023年5月8日から5月14日の集計が明らかとなり、 キングプリンスへのファーストシングルシンデレラガールがミリオンセールスを突破したことが分かった。シンデレラガールは2018年5月23日にリリースされたキングプリンスへのデビューシングル。表題曲はメンバーの平野志洋が出演するドラマ花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌に起用された。 本作は2018年5月30日公開、集計期間2018年5月21日から5月27日、ノビルボードジャパン週刊シングルセールスチャートトップシンクガルズセールスデイ62万2701枚を売り上げ初登場首位を獲得。 その後も新曲のリリースなど、グループへの注目度が高まるたびにデビューシングルである本作にも注目が集まり、リリースから5周年を迎えるタイミングで100万枚の大台を突破した。キングプリンス王をこれまでエシェベンテシングル、月読み、彩り、と、 ウェルフスシングル、ライフゴーズオンヒ n ア e ア e a r の2作がミリオンセールスを突破しており、本作は自身3作目のミリオンセールス突破となる。さらに4月にリリースされたベストアルバム、ミスター o もミリオンを突破している。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。